レイロースは1838年1月1日に設立された自治体である。1926年に4つの自治体に分割されたが、1964年1月1日、再び4つの自治体が合併し、現在に至っている。ソウル・ドロンデラーグ県に所属している。レイロースの名前の由来は、レイロースという農場の名前にちなむ。町は、 その農場の上に建設された。レイとは河川の名前であり、ロースは川口という意味であるが、レイの由来はよくわかっていない。ノルウェーではレイ・ロースとコングスベルグが重要な鉱山都市として17世紀から発達してきた。スコーネ戦争が勃発した1678年から1679年の間にはスウェーデン軍の攻撃を受け、一旦廃墟となったことがある。 大北方戦争が展開された1718年、レイ・ロースは再びスウェーデン軍の占領を受けた。スウェーデンはレイ・ロースにおいて銅の生産を実施、産出された銅は戦争に用いられた。しかし、1718年11月30日、カール12世がフレッリックス展で暗殺されると、スウェーデン軍はレイ・ロースから撤退した。この撤退の時に、 悲劇は起きた。撤退の準備が不十分であったスウェーデン軍は、厳しい天候のために、レイロース北東の山中で命を失った。その数は3000人以上である。レイロースの名前が再び有名になったのは、ヨハン・ファルクベルゲトが、社会階層の最下級にいる甲府の視点から、鉱山における生活を描いたことにある。17世紀から残る。 木造建築が評価され、1980年にユネスコの世界遺産に登録された。レイロースは海抜630メートルの高原に位置する。また、白樺や松といった木々を見受けることができる。レイロース北部にはノルウェーで3番目に大きい湖がある。レイロースにある古将軍はカヤックや釣りをするのに十分に適している。 レイロースの気候はやや大陸性の気候である。高雨量に関しては、年間を通して約500ミリメートルであり、2月から3月にかけては乾燥する。1月の平均気温は、低、摂氏11.2度であるが、レイロース南部のフィンマルクでは1914年に低、摂氏50.4度を記録したことがある。冬は冷涼かつ乾燥しているため、スキーを行うには最適であり。 2月から4月がスキーシーズンである。夏は比較差が大きく、6月の1日の平均気温は摂氏11.4度であるが、昼間は暖かいが、夜になると空気は冷気を帯びることもある。レイロースマルトナンと呼ばれる伝統的な市場が冬の間開催される。毎年6万から7万人の観光客がレイロースを訪れる。この市場は、 2月の最終火曜日に始まり、5日間続く。また、レイロースでは1994年から大北方戦争時のスウェーデン軍撤退の悲劇をモチーフにした野外芸術祭が開催されている。レイロースは首都オセロからレイロース鉄道とレイロース空港で結ばれている。また、道路では南のティンセト、北西のトロンハイムと結ばれており、また、 東に行く道路ではスウェーデンに入ることも可能である。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。